それではただいまの話題に限らずですね、すべてのご質問をお受けしたいと思います。ご発言の方は挙手をお願いいたします。北海道新聞村瀬さん、同志の村田です。今日石破首相のですね、所信表明演説が行われました。まず、これをご覧になっての、ご感想ですね、とりわけその地方創生交付金の倍増などについて言及があったかと思うんですけども、この辺含めて ご感想というか受け止めを教えてください。はい、今回いろんなご発言をされたんだと思いますが、大きく2点強い関心を持ってお伺いしました。今ご質問のあった地方創生の交付金の倍増ということでご発言もあったということです。石破総理は地方創生の初代の大臣ということで、私ももう10年近く前ですけれども、2015年に夕張の方にご視察に来られまして、私もさまざま意見交換などもさせていただいてですね、非常に全国のそういった地域をかなり回られて、そういう実情を踏まえた地方創生の取り組みを担当大臣としてやられてきたという中で、今回さらに原点に立ち返り地方を守り抜くということで再起動するんだというご発言の中で、そういった予算の言及もあったということでありますので、北海道179の市町村ございます。さまざまな地域の取り組みを行っているところでありますけれども、地方創生、10年を経てですね、まだまださまざま乗り越えなければならない、そういった課題が地域にある中で、この発言は心強く思いますし、ぜひ、発言を踏まえてですね、その実行に移していただければというふうに思っています。それとこの、GX の関係ですねについても、基本的には従前の、岸田政権における、取り組みの中でですね、この半導体等の、そういったサプライチェーンの、国内回帰を含む強靭化技術流出対策等を進めるということでお話もありまして、ラピダス社次世代半導体のこの製造研究人材育成のその拠点を北海道としては実現したいということや、またAI データセンターをはじめとするそういった取り組みなどにおいても、この表明の中である意味では今お話したような点が述べられたことについても心強く思っております。いずれにしても、今日は、その所信を述べられたということかと思いますので、これからまた国会論戦もあるかというふうに思うので、そこを注視していきたいというふうに思います。ありがとうございます。知事の話の中で言及された10年前に視察にいらした時が石破総理との、初対面ということなんでしょうか。その石破さんとのご関係についてちょっとユーバに来てくださいっていうことは私、申し上げに行ったんですよね。それで確か議員在職30年か何かのそういうタイミングだったと思うんですけど、今でも覚えてますけど、当初夕張行けそうだって話の中で、この視察工程が、この車窓からその夕張をいろいろ見るので、その同乗して説明してくれみたいな話があって、で当時確か大臣の秘書官が中野さん、うちの副知事になっただったと思うんですけど、それで私石破さんのとこ行ってですね、そんな車の中から見るんだったら来ないでくれと、その議員在職30年っていう中で唯一の再生団体視察するという中で車から見て終わりっていうんだったら帰ってこれば来ない方がいいということで申し上げに行ったんですよ。そしたらそういうことではいかんってことで、結局宿泊して夕張でじっくりお話を、聞くし、視察もじっくりさせていただきたいってことで、英断してくれてですね、
来てくれたのを覚えてます。まあ、そういった意味ではやはりまあ、そういう地域の声っていうのを聞いた上で、まあ、そこら辺は柔軟にご判断いただける方なのかなってその時は思いました。その後の、まあ、当時夕張市長ですけど知事になられてからとか、まあ、その10年間ぐらいのお付き合いの中でこう石破さんとのご関係というのはどういった位置づけでいらっしゃったんですか。市長の時、まあ、その来てくださいって言いに行く前ぐらいから確かお会いしてお話ししてで来ていただいて、まあ、ただ今頻繁に上京した時にお話しするっていう関係は最近はなかったんで、まあ、そういった関係ですかね。はい、わかりました。まあ、そのあれですね、石破さんご自身は知事とも、近いその菅前総理、まあ、関係深くてですね、先の総裁選でも、まあ、石破さんのことを菅さんは、まあ、2回目の決選投票ですけどもバックアップされたとされています。まあ、そういった中でまあ、当然知事ですから、総理との関係というのは深い方がいいわけで今後こう関係構築をより進化させていく上で菅さんにこう、まあ、仲介というのはあれかもしれないですけどもこう相手入ってもらってみたいなそういうようなこう関係構築に向けた、お考えとかをちょっとお聞かせください。まあ、そこは何、まあ、て言うんでしょうか、しょっちゅうしょっちゅう毎月のように会ってるっていう関係では石破さんとはないですけど、まあ、そういった意味では従前から、まあ、市長の時からまあ、存じ上げてますし、まあ、いろいろお話をしたこともこれまでもありますから、まあ、そういった状況の中で、まあ、私も知事ですんで総理も大変お忙しいと思いますけども、まあ、必要なことについてはこれまでもそうでしたけども総理にお伝えすべきことがあれば、まあ、そこはしっかりお話しできる環境を作っていければというふうに思っています。他のご質問いかがでしょうか。 NHK 桜田さん。はい、NHK 桜田です。ご無沙汰しておりました。ちょっと話題変わって、同性の話になるんですけれども、先日 の、 知事総括の中で、近代美術館と知事公館エリア一帯の在り方についてその今の近代美術館の建て替えはせずに既存の施設を活用するという方針を示されていたかと思います。で、知事総括の中でも多少その理由については触れられていたかと思うんですけれども、まあ、現時点で、場であのような判断に至ったその具体的な理由についてもうちょっとお聞かせいただけたらなというふうに思っております。はい、まあ、これは3つのこの整備案というものを示しして、まあ、議論してきたというところです。現地改修と、現地で新築する、それと移転新築する、この3つを、お示しをした上で、これまで、同協議において検討を進めてきたというところです。まあ、その中で目指す姿の実現、美術館活動、環境への影響、建築物等に関する最近の議論、こういったことなどの視点に基づいて、道民の皆様、そして有識者からのご意見、この3つの整備案にかかる環境性などの比較調査結果、まあ、こういったこと、そして知見を有する建設事業者からの技術的助言、まあ、こういったものを踏まえて、まあ、同協議において検討、まあ、これを進めてきたというところです。で、今般、本エリアの活用に向けては、まあ、現在の知事公館、近代美術館、まあ、この建物を、まあ、生かしながら、知事公館の歴史的価値、近代美術館等の、芸術文化的価値、緑地の環境的価値、まあ、この向上を、目指して取り組んでいくということにしました。まあ、今後もですね、道議会ですとか有識者をはじめとする多くの方々のご意見を踏まえながらやっていきたいと思っています。道民の皆様から親しまれですね、誇りを感じていただける、まあ、そういう場所にしていけるようにですね、エリアの一体的かつ、まあ、具体的な活用内容を盛り込んだ構想、この構想を、まあ、来月にもお示ししたいというふうに考えていますので、またそれを受けて皆さんからご意見いただきたいというふうに思っています。他ご質問いかがでしょうか。 HBC 中原さん。
HBC の中原です。すいません、再び石破内閣の話に戻るんですけれども、伊藤義孝議員が、沖縄北方担当大臣、地方創生担当大臣、歩み政策担当大臣と北海道出身の議員が、北海道に非常に関わりのある分野の大臣になられました。で、改めて、北方領土問題ですとか歩み政策問題で知事として求めていくことというのを教えていただけますか。いや、先ほど石破総理の所信の中でも、この地方創生に関して言えば、予算、これを交付金を倍増していくというお話がありましたけれども、まさにそれを担当する大臣ということですんで、伊藤大臣は釧路のこの市長もやってましたから、そういった意味では厳しい北海道の市町村が抱える、そういった課題や、その財政で厳しさも自治体経営をトップとして担う中で感じてこられた方だと思ってます。ぜひそういったことも含めて大臣として対応いただきたいというふうに思ってますし、またこの北方領土、北方対策について言えば、この北方領土隣接地域が地元として活動されてきた方ですので、まさにこの問題についても向き合ってきた方だと思ってます。アイヌの話についてもまさに地元北海道の代議士として関わってこられましたので、先ほど質問にありましたけれども、地方創生、北方対策、アイヌ、こういった北海道にとって非常に重要な政策になりますので、ここに対して十分な知見、知識、経験、こういうものを持っている中でですね、ぜひ対応いただきたいと思いますし、そのことは大変心強く思っているところです。ありがとうございます。他のご質問いかがでしょうか。日経新聞、高尾さん。日経新聞の高尾です。先ほど所信表明演説に関する質問もありましたが、ちょっとそれに関連していって、そのお話の中にも半導体 GX というお話がありました。改めてこの件というのは北海道経済にとっても非常に大きなファクターになってくるかと思うんですが、この点、所信表明演説でも心強い言葉はあったと思うんですが、改めて北海道として知事として国に求める支援だったりだとか、そのあり方について教えていただけますでしょうか。まず総理の発言を受けて、基本的には今まで の考え方っていうのを強化していくというお考えなんだろうというふうに思いますので、その点はぜひ力強く進めていただきたいというふうに思ってますし、また経済産業省においては、前斉藤経産大臣が、そのかねてからお話してた、通常国会に向けた法案提出、これがあります。いわゆるこの量産に向けて、この、法案、これを早期に国会に提出するという点についても、新たな大臣においても会見の中でですね、早期に国会に提出すべく関係省庁と検討を進めていかなければならないという発言を、これは大臣会見において話をされてますので、この点も心強く思ってます。党としてはこのパイロットラインがもう来年春、来春にもう動き出します。また27年には量産化に向けたスケジュール、これがありますので、ここに影響がないように国による力強いこの支援、この継続を求めていきたいというふうに思ってます。そして関連法案についてはできるだけ早く成立をさせていただくということを求めたいというふうに思っています。そして我々製造のみならず研究人材育成のその拠点が北海道に必要だという観点でこれまでもお話をしてきましたので、この点についても新たな総理または大臣にもしっかりですね、地元の思いとしてもお伝えする機会はいただければというふうに思っています。ありがとうございます。他のご質問いかがでしょうか。毎日新聞、石川さん。毎日新聞の石川です。今日、道の人事委員会からあった勧告についてちょっと伺いたいんですけれども、内容を見ていて、職員の方の給料を月1万円上げるというのは、結構理解が得られるものなんではないかなと個人的には思っているんですけれども、一方でその交通費をですね、
倍増させて、月15万円認めるっていう内容で、ちょっとこれ個人的な意見で申し訳ないんですけれども、まあ、ちょっと一般の道民の方から見て、まあ、みんなが使うものではないとは思うんですけれども、ちょっと感覚的に、まあ、税金でそれだけ負担するっていうのはどうなのかなっていうのは正直疑問に感じたんですけれども、その辺の知事の受け止めはどうでしょうか。うん、まあ、まず今日勧告いただいたという状況ですので、まあ、この勧告の趣旨を踏まえて、内容については十分検討して、まあ、対処していきたいというふうに考えています。で、今お話のあった、まあ、通勤手当について引き上げる話ですけども、まあ、これはですね、ぜひ考えていかなきゃいけないと思うんですが、まあ、北海道って非常に広いんですね。で、勤務する、そういった移動なども、まあ、ある意味では日本で一番最も広い、国土の 22% を要する、まあ、北海道の中で、まあ、そういった職員は移動などします。で、例えば、まあ、お子さんが小さいとかですね、そういった育児やまた家族の介護などがあって、まあ、そういった通勤に時間はかかるんだけども、やはり家族のそういう背景もあって、自分でお金を出してもいいから、自分の家族と、そういった背景のもとで、通勤をして仕事をするということで対応いただいている方も、いるという状況があります。今、まあ、いかにして職員を確保していくのか、また多様なそういった、ライフスタイルの中で広い北海道働いてもらうかということを考える中で、まあ、私はそういったことも踏まえた中での勧告なのではないかというふうに思っているところでありまして、まあ、そういった意味では他の県ともまた違ってですね、まあ、そういった状況についても人事委員会としては、まあ、配慮をされたんではないかというふうには思っています。他にご質問ございますでしょうか。よろしいですか。なければ以上で本日の定例記者会見を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。